冒険者になりたいと都に出て行った娘が S ランクになってた。テレビアニメ化決定記念。特別ショートストーリー、贈り物の作法。村での仕事を終え、自宅で腰を落ち着けた私はふとあることを思い出した。あ、そうだ、アンジェにこれを。懐から買ってきた髪飾りを取り出した。銀細工に赤い宝石が埋め込まれたシンプルなデザインだ。さて、どういう風に渡したものか。アンジェリンにくれてやろうと露店で髪飾りを買ってきたはいいが、いざ渡そうと思うと妙に悩ましい。何でもない顔をしてあげるよというのも素っ気ないような気がするし、かといって大げさに包んで期待させて、期待に添えずにがっかりさせてしまうのも悪い気がする。そもそも贈り物のラッピングなど見当もつかない。アンジェが幼い頃ならば気兼ねなく渡すこともできただろうけれど、多感な時期をオルフェンの都で過ごして、ある意味自分よりも都会を知っている現在ともなれば、自分の渡すものが喜ばれるかどうか、買った今になって不安になってくる。ダメな父親だな、まったく。くだらない悩みと思うかもしれないが、どうせ贈り物をするなら喜んでもらいたいというのは誰だって思うことだ。それが大事に思っている人物ならばなおさらだろう。もっともアンジェならば何だって喜んで受け取るだろうが、だがだからこそこれでよかったのかと考えてしまう。そういえばアンジェが幼い頃に贈り物をしたこともあったな。刃物の扱いを学んでもう大丈夫だろうと初めてナイフをプレゼントしてやった時は、アンジェリンは飛び上がって喜んでいた。ナイフが嬉しかったというよりは、父親から贈り物をもらったというのが嬉しいという様子だったように思う。それからは冒険用の小さなポシェットだとか、戦闘用の剣だとか、そんなものを贈るたびにアンジェリンは大喜びだった。あの喜びようは贈った方も嬉しくなる。しかしまあ、見事に実用品ばっかりだったな。彼にも女の子なのに、綺麗な服はおろか、ちょっとした装飾品すら買ってやった覚えがない。今回が初めてというのも恐ろしい話だ。それを考えると、またしても髪飾りを贈るのが怖くなった。初めての装飾品がこんな地味なものでいいのだろうかと頭を抱えていると、不意に扉が開いた。ただいま。おかえりアンジェ。意外に早かったな。うん、そんなに大した仕事じゃなかったから。あのね、ワイバーンの肉をちょっともらったから晩御飯は。いや、これは髪飾り。どうしたのそれ、もらったの？いや、お前にあげようと思って買ったんだけど。私に？そう、お父さんあまりこういうのには疎くて、気に入らないなら。くれるの？プレゼント？本当に？私が髪飾りを手渡すと、アンジェは手に取ってぐるぐると回しながら眺め、満面の笑みで顔を上げた。やったー、ありがとうお父さん、嬉しい。アンジェは私に抱きつくと、ぐりぐりと胸元に顔を押し付けた。その反応はナイフや冒険者道具を贈られた時と何も変わらない。俺はバカだな。喜んでもらえて嬉しいよ。これどこにつけるのかな、前髪後ろかな。その形状だと多分前髪じゃないか。つけて。いや、お父さんもよくわからんぞ。いいからいいから。
ああ、とっても似合ってるよ。ありがとう、お父さん。大好き。